ちょっと買ってみようって思ったこのキーパーさんの商品、こちらに今回救われましたね。こんにちは、はすみです。本日はハウトゥー動画などではなくて、初めてこちらケミカル系の鉄粉クリーナー、こちらの方を購入いたしましたので、その使い心地、あとは鉄粉クリーナー、ケミカル系のものはこういうものなんだっていうのがお伝えできれば良いと思います。私は今までこういった粘土ですね、皆さん誰でも知ってると思うんですけど、こういった鉄粉除去粘土クリーナー、こちらはシュアラスターさんの商品になるんですけど、このようなものを利用してきました。ただボディ色がホワイトだったので、私はこちらをずっと利用してたんですけど、今回黒、202の黒を利用しますので、ちょっとこの粘土クリーナーで傷が入ってしまうのが怖いので、ケミカル系のものを使ってみたいと思います。それでは早速今回利用していく商品の方がこちら2点となります。まずはこちらカーオールさんの商品、鉄粉クリーナーで検索して一番最初に出てきたこちら車丸ごと鉄粉クリーナー、こちらを購入しに、ジェームスさんに買いに行ったんですけど、ジェームスさんでこちらを買いに行きました。全色対応だし、とりあえず売れてそうだったのでこちらを購入しました。ちょっと注意点として、イエロー色は除くって書いてあるので、スズキのスイフトとか特殊なイエローに対して言ってることなのか、イエロー全般に言えることなのかわからないですが、こちら基本的には全色対応で売れてそうだったので購入してきました。でその隣にですね、こちらキーパーさんの商品でコーティングを傷めないプロ仕様ということで、プロ仕様はちょっと置いといて、コーティングを傷めないということで、あのベルファイア、アルファード、その他車両とかですね、結構コーティングとかされてる方って多いと思うんですよね。私はセルフコーティングっていう形で市販のコーティング剤利用してるんですけど、このコーティングを傷めないっていうものも、どんなものなのかちょっと試しに使ってみようかなと思って合わせて購入しました。こちらが800円ちょっとで、こちらが1300円ちょっとだったので、こちらがちょっと高かったんですけど、この2つを今回試していきたいと思います。それでは毎回のことですが、ケミカル品になりますので、ちょっと液性の方を確認していきたいと思います。今回こちらの商品、液性の方が中性から弱酸性ということで、中性ですけど、ちょっと弱酸性よりって感じですかね。ちょっと出してみまして、液体の方は泡ですね。ちょっと映ってるかどうか微妙な感じですけど、泡状で出てきます。でこちらですね、リトマス紙の方をつけてみまして、中性から弱酸性ということではありましたが、ほぼほぼ中性ですね。ちなみにちょっと匂いが、匂いはそんな強い匂いはしないですね。若干毛染めのような匂いはしますが、それほど強い匂いではないです。それでは続いてキーパーさんの商品を確認していきたいと思います。キーパーさんの液性の方が中性となっております。ではこちらちょっと噴射してみて、こちらカーオールさんの商品と比べるとちょっと液体に近いですね。アバアバしてるのですが、すぐに流れ落ちてしまうような形になっております。ではこちらリトマス紙の方つけてみまして、色の変化がほとんどないですね。若干酸性のような感じもしなくもないですけど、中性っていうような形ですかね。ちょっと先ほどのカーオールさんのと比べてみますと、このような形でカーオールさんの商品もキーパーさんの商品も中性っていうような形になりますね。映像を取り忘れてしまったんですけど、キーパーさんの方も匂いといたしましてはパーマ剤、髪染め剤とかそういったものと匂いは同じものとなりました。こちら成分としてキーパーさんの方がチオグリコール酸アミノ塩で、カーオールさんの方が似たような名前でチオグリコール酸アンモニウムということで、この辺がそのパーマ剤、毛染め剤の匂いに近いものなのかなと思いました。それではまずこちら効果が分かりやすそうなところで、ホイールの方にこちらの方スプレーしてみたいと思います。まずはカーオールさんの商品をスプレーいたします。それで今回の商品、液性は中性だったんですけど、一応ゴム手袋の方をして、液剤が肌につかないようにしていきたいと思います。こちらサランラップの上にちょっとスプレーした感じはそれほど匂わなかったのですが、まんべんなくこうスプレーしますと結構これ匂いしますね。これ
毛染め剤の匂いが苦手な方は結構きついと思います。それではこちら2分ぐらい置いた状態なのですが、まあ、少し紫色に変化してきました。なんか思ってたより変化が少ないなっていう感じではあるんですけど、まあ、こんな感じですね。なんかもっとこうしっかり紫色になるのかと思ったんですけど、そこまでではなかったですね。それではこすってくださいと説明には書いてあったので、ちょっとこすってみたいと思います。こすってみますとこんな感じで紫色が少しずつ出てきたような形になります。車的には、まあ、あまりブレーキダストとかが出ないような運転の仕方、まあ、そういったものとしてはいいと思うんですけど、こちら動画的には全然紫色にならないので、動画的にはちょっとあんまり、まあ、絵にならない映像となってしまいました。それでは最終的にこのような形ですね。まあ、ところどころ、まあ、紫色のところがありますが、なんか思ってたよりは紫色にちょっと変化してなくて、ちょっと残念な感じがあります。こういったケミカル品の薬剤は残らないようにしっかりと水洗いをしてあげましょう。それでは洗い流した状態がこのような形になります。こちらだいぶ綺麗になりましたね。いつもシャンプーなどでこちら洗うんですけど、もうなんかシャンプーで洗った時よりもだいぶ汚れの残りがないですね。これまあ鉄粉どうこうっていうよりホイール洗うのはすごくいい感じです。それでは続いてキーパーさんの商品を利用していきたいと思います。カーオールさんの商品は結構まとまった泡で出てくるのですが、キーパーさんのは本当にスプレーっぽいような形ですね。今すごい風が強いんですけど、まあ、結構風に流されてしまってますね。ではこちらで5分放置してみたいと思います。こちらまだ5分経ってないんですけど、キーパーさんの商品結構紫色のこちら液剤が落ちてきております。カーオールさんの商品よりキーパーさんの商品の方がまあ弱いのかなって思ったんですけど、もしかしたらキーパーさんの商品の方が結構強力なのかもしれないですね。助手席側のブレーキダストだけが多いっていうことはないと思いますので、もうこちらキーパーさんの強力な液剤のおかげですかね。ではこちらちょっと洗い流してみたいと思います。それではこちら洗い終わりましたので、ちょっと触って確認してみたいと思います。触った感じはカーオールさんと変わらないですね。まあ、すべすべっていう感じですね。でもこちら先ほどのカーオールさんの商品と比べてかなり変色度合いがこちらの方が強かったので、こちらの方がより鉄粉の除去能力が高いと、まあ、個人的にはちょっとそう感じました。それでは続いてボンネットで試していきたいと思います。ちょっと一気に比較したいと思いますので、こちらとこちら分割して、ちょっと真ん中これだけ開けてるのは2つの液剤が混ざらないようにするためにこれだけちょっと離しております。それでは運転席側にカーオールさんの商品、助手席側にプロスタッフさんの商品をスプレーしていきたいと思います。それではこちら鉄粉が落ちているのかどうかちょっと確認してみたいと思います。パッと見は色が変わってないのでちょっと何とも言えないんですけど、ちょっとこちらキッチンペーパーを敷いてみたいと思います。特に変色はしないですね。ですのでカーオールさんの商品はまあ特に変化なし、キーパーさんの方が、いやこちらキーパーさんの方もちょっと変化がないですね。ちょっと私の走行している場所があまり鉄粉がないのかもしれないです。それではこちら洗い流しました。ではちょっと表面の方触って確認してみたいと思います。まずは何もしてないところ、まあ若干、まあ、ザラザラしますね。それなりに。ではカーオールさんの方は引っかかりは少ないですが、まあ、ザラザラ感は、あでも結構違いますね。結構ザラザラ感は緩和されております。じゃ続いてキーパーさん、
キーパーさんもそれほど変わらないですね。結果にはそれほど差はないような形になります。ですのでスプレーしなかったところはやっぱりそれなりにザラザラしますが、スプレーしたところはどちらの液剤だったとしても結構しっかりとその鉄粉というのはなくなってそうな感じですね。ただ変色がほとんどなかったので本当に変わったのかどうか微妙な感じではあるんですけど、とりあえずツルツル度は何もしないよりは増しておりますね。それでは続いて、大本命だったボンネットはちょっと変色がほとんどなかったのですが、ちょっと運転席側の扉、こちらでやっていきたいと思います。まずはカーウォールさんの商品をスプレーしていきます。それではこちら3分経ちましたので確認していきたいと思います。正直色の変化っていうのは全然ないような形になりますね。YouTube とかで結構紫色に変色してる、変色っていうか化学変化ですかね、化学変化してる映像が期待されてたんですけど、ちょっと私の車両では全然色が変わるということはないですね。キッチンペーパーの方で確認しても色に変化はないです。こちらスポンジの方にも色がつくということは全然ないですね。もう真っ白な泡となっております。それでは続いてキーパーさんの商品を利用していきたいと思います。それではこちらキーパーさんの様子を確認してみたいと思います。こちらパッと見た感じは色の変化はないですね。でこちらちょっとキッチンペーパーつけてみます。こちら気持ち多分カメラに映んないレベルなんですけど、気持ち紫色になっております。映像的にはインパクトって全然ないですが、こちら多少変色があります。でこのボディに関してはほぼほぼかすかな変化なんですけど、こちらですね、下に滴り落ちております液剤、こちらの方を確認しますとしっかりと紫色に変色してるんですよね。ですのでカーウォールさんの商品よりやはりキーパーさんの商品の方が効果が出てるんじゃないかなって感じですね。ちなみにこちら地面に落ちてる鉄粉に反応してるのかなって思ったんですけど、しっかりとこちらお皿を用意して受けたとしてもこちら反応した状態の液体が落ちてきておりますので、しっかりと鉄粉の方が除去できてるんだと思います。それでは今回の動画まとめていきたいと思います。今回こちら鉄粉除去ということで2つのケミカル品購入したのですが、最初にこれを買って試してみようって思っておりましたカーウォールさんの商品、こちらに関しましてはあまり変色が見られなかったので鉄粉が除去できてないのかなっていう印象を受けました。でそれに対してちょっと買ってみようって思ったこのキーパーさんの商品、こちらに今回救われましたね。こちらで全然変化がないです、鉄粉ケミカル品はちょっと効果どうなんでしょうかねっていう動画で終わってしまうところを、こちらキーパーさんの商品があったことによってしっかりケミカル品でも鉄粉が除去できるっていうことが分かりました。鉄粉除去クリーナー検討されている方、もしこのカーオールさんの商品とキーパーさんの商品どっちがいいかっていうふうに聞かれましたら、私はこちらキーパーさんの商品をおすすめいたします。鉄粉除去能力も高そうですし、何よりもコーティングを傷めないっていうところがすごく良い点だと思います。それでは本日はケミカル品の鉄粉クリーナー初めて使ってみたという動画でした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではベルファイアやアルファーズに関する商品紹介及び作業手順を紹介しております。こちらのチャンネルもし気に入っていただいた方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。